さてさて、ちょっと出しゃばりますよ。オープンマイク第2週来ていただいてありがとうございます。たくさんの方が見えますね。ありがとうございます。さて、今おじさまお二人がとてもいい音楽奏でていただいたんですけども、ぐっと年齢を下げたいと思います。今から僕が27なんですね。27をさらに割るにします。今から中学1年生の女の子が出演してくださいます。今回2回目です。ビッグイップ声優アイドルを目指しているということでですね、とても可愛らしい感じの方なんですね。目に焼き付けて、最後12月を楽しく過ごせるようにねしていただきたいなと思います。岩村舞ちゃんという方を紹介します。岩村舞ちゃんお願いします。どうぞ。かわいい、かわいい。一言では意気込みなんかを言っていただけますか。一生懸命頑張ります。ぜひ最後まで見てください。お願いします。ではどうぞお楽しみください。こんばんは。中学1年生の岩村舞です。1曲目は土畑哲也さん作詞作曲のオリジナル曲です。それでは聴いてください。推定無垢。
2曲目は NHK 連続テレビ小説花子たんの主題歌になっていた曲です。それでは聴いてください。虹色。
え、なんかコラボなのか。ごめんなさい、なんか変な国になりました。じゃあ、岩村麻衣ちゃんのありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしい演奏でした。どうですか、今回でビッグヒップオープンマイクが先週に引き続きで2回目でしたが、今回はいかがでしたか。今回はハンドマイク、全曲ハンドマイクで行かせてもらって、普段ヘッドセットのマイクでやることが多いんですけど、はいはい、ハンドマイクでもやって、で皆さん手拍子とかもしてくださって、はい、初めてのこともあったし、とっても経験になっていいステージだったと思います。素晴らしいですね。もう受け答えも素晴らしいですね。全然緊張してるように見えないんですけども、緊張されたりってしないんですか。小さい頃から緊張しないタイプだったので、あんまりないです。すごいですね、すごいですね。もうステージに立つ器ですよ。素晴らしいですね。前回もちょっとお聞きしたんですけれども、プリパラプレゼンツドリームガールオーディション2014声優部門グランプリ受賞っていうことなんですよ。これ舞ちゃんの方からどういったオーディションだったのか、ちょっとお聞かせいただいてもよろしいですか。アニメプリパラのオーディションなんですけど、と幼稚園から高校生までが見られるオーディションでした。はい、そこで、オーディションでグランプリを取ったということですね。で、プリパラってアニメ、ちなみにすみません、僕あんまり、皆さんご存知ですか、プリパラっていうアニメ。これの、33話に出演されてるんですね。はいはい、素晴らしいですね。で、今声優アイドルを目指す中学1年生ということで、今日も前回もそうだったんですけども、ダンスレッスンに通われてて、はい、で今日もダンスレッスンをありましたがあった後に、はい、で本当歌って、俺1曲目とかものすごいですよね。あれ絶対息上がりますよね。いや本当素晴らしいです。岩村麻衣ちゃんのですね、方でまたこのビッグヒップの方でですね、またライブのコンサートがありますので、またそちらの告知も今からちょっと行うんですけれども、今日本日ですね、ちょっと待ってね、あちらの方にですね、失礼して、あちらの方にですね、岩村麻衣ちゃんのグッズがの、販売行っておりますので、皆様よろしければこちらの、すいません、こちらのバッジであったりとかが販売されておりますので、皆様よろしければそちらの方で、お買い求めくださいませ。でですね、先ほど、話させていただきました、岩村麻衣ちゃんの、ビッグヒップでのコンサートなんですが、こちらになっております。あちらの方にもチラシございますので、皆様よろしかったら手に取ってみてください。あ、森本さんありがとうございます。そう、あちらの方ですね、どうもありがとうございます。12月17日の土曜日、来週の土曜日にですね、マイタウンコンサート with you in 山口というものが、ありますので、こちらの方、ぜひぜひ、ご来場くださいませ。で今村麻衣ちゃん、こちらの、ステージでですね、どのような感じになるのかちょっと伺ってもよろしいですか。はい、麻衣は30分間のステージなんですけど、30分間なので、いつもここでは3曲ですが5曲やらせていただきます。で、今日着てきたこのクリスマスのサンタの衣装が来週は光ります。歌はもちろん、衣装もぜひ見に来てください。ぜひぜひこの可愛らしい衣装が、来週は光るそうなので、ぜひぜひ皆様見に行ってください。でですね、本日ですね、このチケットを、ご予約いただいた方にはですね、サイン入りのラジオ出演 CD、 あちらの方にまたあちらの方にね、置いているんですけれども、サイン入りの、ラジオ出演 CD と、サイン入りフレームか、サイン入りフレーム付きクリスマスブロマイド、このどちらかを、特典として付けさせていただくことになりますので、ぜひぜひ、お買い求めくださいませ。岩村麻衣ちゃん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。